して出会いはいつだって僕の内側にあって打開する術をいつも探してる生まれた場所から死んでいく場所までそんなに離れていないのに遠回り何度目だいつだって迷い続けてる今を今さらだ、そうやってここまで来たんだろう。今僕